こんにちは、空手トレーナー小次郎です。今回はですね、空手指導者の方から、教え子が突きを突くときに腰がひねりづらいっていう、ご相談をいただきました。でそういう方に対してどのようにアプローチをすれば腰がひねれるようになるかっていうところを、お伝えしていきたいと思います。で、突きを打つときのひねりっていうのは前側のお腹の筋肉も関与しますし、背中、背筋周りっていうのもかなり影響します。で特に、今回はいくつかピックアップして、その部分をほぐすことで、全体が動きが良くなっていくっていうような流れで、説明していきたいと思います。はい、ではまずはじめに、腰のストレッチを入れていきます。長座の体勢を作ったら、片膝を立てて足に引っ掛けます。で上体を反対側にねじっていく。こうすることで横のお尻の筋肉、中殿筋だったり、背中、腰周り、腰方頸筋という筋肉があるんですけど、その腰の筋肉がねじられます。でこれを反対、両方行いましょう。で一緒にですね、このお尻の筋肉もこのようにして伸ばしていきます。お尻も腰をひねるときに骨盤が横に動く動作をサポートしますので、このようにしてストレッチでケアしていきます。はい、でもう一つですね、やっぱり裏側をほぐしたら前側、腹筋と腸腰筋っていうのも一緒に伸ばしていきたいので、膝立ちになってこのように付け根の筋肉をストレッチしていきます。で後ろ足を掴んで引き寄せると、そのまま前腿のストレッチも行います。これで腰とお腹周り、腸腰筋っていうのを一緒にストレッチすることができるのでやってみてください。でもう一つ、腰のストレッチ、今度は骨盤自体をひねるっていうストレッチをお伝えしていきます。まず仰向けになります。でポイントは上体を固定することです。上体を固定して足を真横に倒して、この腰の部分を伸ばしていきます。戻して反対にも伸ばします。でこの時に、上体も一緒に骨盤についていって起き上がってしまうと、腰のストレッチが行われづらくなるので、上体を固定して骨盤だけをひねっていくっていうのを意識して、左右体がほぐれるまで、続けていただけると、腰をひねる時の筋肉全体が、緩んでくるので、その後に突きを打つとひねりやすい状態を、体感できるかなと思いますので、ぜひこれやってみてください。今回の動画は以上です。ありがとうございました。